新形成電鉄800系電車。新形成電鉄800系電車。新経成で鉄800型電車は、1971年に登場した新形成電鉄の通勤系電車。本校では、北総開発鉄道、現、北総鉄道に一時期上とされた編成についても、記述する。百七十一年、昭和十六年から百七十五年、 昭和50年にかけて、制御電動車のモハ 800K801 から818、付随車の左波 850K 及び制御車の区波 850K851 から868からなる36両が、日本車両製造・製造された。1971年に落成した一時車は、埼玉県川口市にあった日本車両東京支店、わらび工場で製造中に工場が、 日本国有鉄道、国鉄豊川分工場跡地への移転に伴い、閉鎖されたため、製造途中の鋼体を、愛知県名古屋市厚田区にあった本店、厚田工場に運んで偽装された。翌1972年、昭和47年に落成した二次車は、本店で、三次車以降は移転した豊川わらび工場、現、豊川製作所、愛知県豊川市で製造された。 新京成電鉄最初の自社発注車は1970年、昭和45年に東急車両製造、後の横浜金沢プロパティーズ。同社は東京急行電鉄に吸収合併され消滅。事業は総合車両製作所横浜事業所が継承で製造されたモハ250系及びサハ550系であるが、これらは機器類を 形成の旧型車から流用したものであり、実質的なものは統計式となる。形式は、形成電鉄、新形成電鉄で共に空いている番号を選び、かつ、末広がりという理由で800型と設定された。入選当初は換算時もハサハサハもハの4両、ラッシュ時にモハク派を増結していたが、利用客増加に伴い終日6両編成で、運用されるようになった。 京成高砂駅京成津田沼駅間で京成本線を自力改装したことがある。後年になって中間電動車及び付随車への改造や老朽化による廃車が行われ、2010年平成22年時点では8両編成2本の16両が在籍していたが、7月17日のダイヤ改正により、残りの2本も廃車さることになった。 全長18000ミ、mm、リメートル、車体長17500ミ、mm、リメートル、幅2744ミ、mm、リメートルの普通構成車体である。側面の窓配置は D1D4D4D2、D は乗務員扉、D は客用扉、数字は窓の枚数を表すで、客用扉は小窓の片開き式、客用窓は下段上昇、上段下降の二段式である。 なお客用扉の小窓は、形成3100系電車の3121から3124編成と同じサイズとなっている。雨戸位置を高くした張り上げ屋根構造になっており、屋上には、グローブ式ベンチレーター、通風機が設けられた室内に、東芝製扇風機を設置。全長や全小灯の位置に違いはあるものの、全体的に当時神経性電鉄の、 主力車両であった、元京成電鉄の旧型車に準じたデザインとなっている。登場時の塗色は、当時の標準色であった、キャンディピンク、上半分、マルーン、下半分。1980年より、現標準色の、アイボリー、全体、ブラウン、帯。1985年、昭和60年から1989年、平成元年まで、 冷房化改造を含む更新工事が行われた。1988年、昭和63年からは一部編成の8両化も実施されるようになり、804から805編成の蘇生を解消し中間車化した上でた編成に組み込んだ。この時の改造車は運転台を完全に撤去して客室とされた。8両となった編成は再度全面が改造され、 電動行き先表示器の設置、側面にも、新設や、全商灯、微灯外接、形成3200系更新車のような配されたほか、ホロワクのようなステンレスの飾りが取り付けられた。6両のまま残った編成についても追って、同様の改造が実施されたが、全面行き先表示器が、従来の後付け手動式のままで全商灯、微灯移設された形状を経て、 原行の形状とされた編成、802編成なども、あった。1991年、平成3年の北総開発鉄道 E 期線、高砂新鎌ヶ谷間開業に伴い、北総持ちの新形成線末堂直通列車用に806編成が譲渡され、塗装はそのままで、北総800型となった。だが、翌1992年、 平成4年の神経性北総の総合、直通運転の廃止に伴い、北総から除籍され、神経性が買い戻した。北曹へ譲渡されていた時期は当然神経性の車掌プレートが撤去されていたが、神経性復帰に際して、車番を切り抜き文字から8900型と同様のステンレス板へのペイント文字、ただし、もはさは記号は記載せずとし、合わせて、 車掌を復活させた。この編成のみ、ステンレス製ホロワークの飾りは光沢になっている、他の編成は艶消し。新形成線のダイヤ改正を実施し、この改造では、8900系8928編成導入により、内装は、かつての形成車両のようなベージュのデコラバリだったが、汚れが目立つようになっていたこともあり、1997年から、 クリームイエローに塗装されるようになった。806編成から始まり、全編成に施行された。ただし、客用扉の室内側は、ステンレス無塗装のままである。2004年下期頃本形式は、落成から30年以上経過し、老朽化が進行しているため、後継の N800 型に置き換えられることになり、二千五年、平成十七年六月に八百二編成が、廃車。 解体された。なお、暫定的に6両編成1本、818、編成が2006年、平成18年12月10日から開始された、京成千葉線との直通運転に使用される予定だったが、その後8800系の一部編成を6両化して、直通運転に使いする計画に変更され、800系の直通運転は中止となった。 818編成は8800系8両、編成3本を6両編成4本に、蘇生変更した後、2007年、平成19年1月中旬に、廃車、解体された。806編成、810編成についても、2010年、平成22年7月17日に実施された、ダイヤ修正で、朝ラッシュ時の運転間隔を、 現行の4分ごとから4分30秒ごとに変更されたのに伴い定期運用から離脱した。そして翌週の7月24.25日に事前申し込み制のさよなら800系イベントが開催され営業運転を終了した。その他、くぬぎ山研修所内に本形式のシミュレーターが中間車課で切断された。 先頭部を活用して設置されており、年1回の車両基地公開日には一般公開されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。